待たせしました。今から聖覇祭オープンで決勝、本当の決勝ですね、一番最後の試合です。ということで、ここからは全員で、見ましょうということで、後ろの方々フリーを終了してください。フリーを終了してください。フリーを終了させて、モニターの電源をお切りください。モニターの電源をお切りください。さてさて、決勝戦、図らずも東対西、東のライト、西のシュート、西を制覇するのはどちらかといったところですが、皆様体力はまだ大丈夫ですか？あれ、結構みんな元気ないな。この決勝戦で今これもう西だけじゃなくて、今日本で一番強いって言っても過言じゃないんじゃないのっていうレベルのちょっとね、今日来れなかった人本当に残念ですが、さあ西を制覇するのはどちらか。フリー大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。まあ、シュートンさんの準備ができ次第壇上上がっていただくっていうことで、はい、準備 OK なようですね。それではライトさんにも壇上に上がっていただいて、さて最後なんで皆様もう一盛り上がり大丈夫ですか？全然大丈夫じゃないお前ら。しんどい。行きましょう。はい、それでは行きますね。遠征勢盛り上がってますか？関西勢負けてませんか？それでは制覇祭本戦最終決戦行きましょう。はい、じゃあこっちの方が大きいな多分。あ、こっちが大きいわ。はい、じゃあお二人試合ができるところまで進んでもらって大丈夫ですかね。さあ皆さん、まだまだ元気ありますよね。盛り上がる準備できてますか？さあ、OK？ さあ、行きましょう。
天破祭西を制するのどっちだ。さあ行きましょう、ライト VS シュート、グーパンチを、グーパンチ握手を交わしまして、さあ行きましょう、スマムラでライト VS シュートン制覇祭ラストです、行きましょう、ゴー。さあこれはオリバー VS ダックハント、お互いに飛び道具、非常に優秀な飛び道具を持つイキャラですので、画面の中がね、せわしく動き回るということでしょう。さあ空中、空中へ、空中しろ。さあ白が張り付いてる、剥がれないぞ、剥がれない重い。さあこのまま、しかしここはしっかり、回収していく。さあ会場盛り上がり、イーブンをやってきました。さあ空前から、カンが入って、カンが入って、さあこのまま崖でしっかり崖をガブしていきたいが、空下、おっと、あれ当たってないぞ、今当たっていない。さあここは一緒にずっと同じしまったが、空中しろ。さあリードしているのはライトダックハント、さあ掴めない、逆に掴んでいく。さあこのままクエノは暴らない。さあ紫ピクミンから掴んで、下前からこう、さあ見ていた、危ない。さあここはジャンプ読み、やはりシュートン選手といえばね、この鋭いジャンプ読みです。さあ空中しろ、これは撃墜しない。さあギリギリ、さあ噛んで、まずはフォローをしながら上がってくるが、あれ空中で撃墜。さあリードしたのはライトダックハント。さあここは空下を当たっていくが、空下がない、下強から浮かせて、さあ横尾横尾、あっと引火して、紫で引火してからの、さあここジャンプ読み、空中しろ、撃墜しない、重い。さあしかしまだ復活のターン、缶がない、缶がない、空中前。さあこのダックハント、缶がないと復帰が非常に弱いですが、しっかりね、ライトさんのね、工夫が光っていますが、さあこれは掴んで上投げ、これは撃墜する。さあ 49%、 さあまず1本目を取るのはどちらなのか、下投げから、これは缶があったために下投げからのコンボは、いきませんでした。おっと掴んで、あれまだ入らない。さあ前投げ、逆にターンがライトダックハントに移る、 73%対 38%。 さあ組んで暴れているが、ここに向かう、ああ横スマッシュ撃墜。まさかのダックハントの横スマッシュで撃墜していく。さあ近い、 OK、 はい。さあ1本取ったのはライト選手、続いて2戦目はスマブラ。さあダックハントもオイマーもキャラランク的にはね、高いとは言えないキャラかもしれませんが、ここまで来ている2人のね、努力の賜物でしょう。さあその努力がどのような形を、うまいカンからのもう 72% だ。さあジャックジャック、ここはここジャックに切れないんですよね。さあ出し上げていかない、さあカンの後ろから迫っているぞ、難しい。ここはもう今チャレンジしたいな、ジャックでしっかり暴れて 23%。 さあ 6% しか食らっていないダックハント。さてまずはシュートモリマ、まずは火力を取りたいが、ダックハント、ライトダックハントがそれを許さない。さあバックを使って空中下まで行く前に暴れ、さあここでカンが邪魔だ、カンを反撃、カフンがしかしここでライトを、おっとピクミンがないもの、ピクミンが今のは邪魔したんでしょうね、ピクミンが弾いてるかもしれません、殴ったんかな。さあここで 136% で 39%。 さあカンカン、ここはうまい、逃げる術なし。さあまたカンが下から、あっとダックハント本体の攻撃も気をつけないといけないが、ここはジャクジャク、うまい、カンをしっかり避けて、さあ爆発して、しかしオリマーの辛さというのもまだ撃ちしないが、そのそばリーチか、機械が出たね、9枚余り、さあ後ろピクミンで86、さあこれはカンが当たって撃墜。さあライトさんが1本また取っていった、1ストップリード、カンから上強から空へ 25%。 さあ9枚、さあおっとこれも、これはあれですね、ピクミンが
張り付いていてピッピーが攻撃してるんですね。攻撃した瞬間にカーンを生成してしまって、ワッフルを当たらない。しかしここは今のはおそらく後スキーで死ぬでしょうね、ウエスマッシュ後スキーを絡めて死ぬようと、カーンで近くした方がいいと。全然かかってない。おっとここは回避読んでいたが回避読んで取らなかった。さあ白ピクミンが張り付く。ダックハント白ピクミンを剥がす術がちょっとないのかな。張り付いたのがかなり苦しそう。剥がれない。空中でね剥がれそうなもんですけども、剥がれない。さあ横スマッシュ62%。さあしかしここは張り付いた。さあこれカンが使えないの。うわっこれカンが、あさあカンとダックハント本体による波動攻撃。さあここはしっかり空中まで反撃取れない。ジャクジャクからジャンプ読み、得意のジャンプ読みにしていったが空車からおっと回避しっかりなんで、これねダッシュからのカンを操作して、おっと強気シュートを今非常に強気な投げ上がる今通しました。さあここは上スマッシュ、上スマッシュ取っていったがしっかり台の上でキャッチしていった。右当たらず当たらず。さあやはりこの崖際ダックハントといえば崖、このカンと本体どうやってかいくぐるんですかこれ。さあしっかりライン回復してきてクレモナで、あっこれはまだ撃墜しない、ギリギリ。さあしかしまだチャンスある。シュートオリバー。さあこれが今のが反撃ののろしになるか。さあ西の意地を見せて、おっと上投げ、撃墜しない。さあここから反撃が始まるか。あっ、あれなんだなんだ今のは。ガンダ、あっガンダ当たって撃墜。さあもしかして決勝戦ストレート。さあライト選手が王手をかけました。西を制するのはライトダックハントか、それともここから西の意地を見せるか。さあシュートンさんここ踏ん張りどころ。さあレッツゴーシュートンコールとともにステージは戦場、戦場の第3試合。さあオリマーがどうやって、シュートオリマーがどうやってこのカント、ダックハントを崩すのか。しかし 40%。 さあいいリードを取ったライトダックハント。さあカントが跳ねかけている。空前 59%。 ダックハントの掴み発生の恐れというやはりガードを誘発させやすいキャラクターですからね。おっと空手前、これは崖からしっかり上がっていくわけですね。さあジャクジャクから掴んで、カンが生成なんてあるんですかね。そこにカンが空中前、さあカンしっかりこれもね、ちょっとなんか変なこと言いましたけど、ライトカンの素晴らしいところですよね、危ないと思ったらカンを生成して保険をかけておく。さあクエムダブルマークなる 107%。 さあ空中しろ、これはカンを、カンがバックスピンかかってる、掴んで、あっこれはカン、しかし 140%。 またバックスピンかけてる。さあ崩した、これはいい火力。さあここは掴んでいる。おっとおっとカンがカンが、あっと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 、ギリ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  154%。 ちょっと危なかったが、うまい。さあこのアーマーをおっと横スマッシュ、横スマッシュで弾き飛ばしながら、おっと横スマッシュで弾き飛ばしながら相手のプレッシャー、ダックハント本体のプレッシャーを受けていく。うわあれあれあれ、ダッシュエーと140%。あああ、どんだけ人、どんだけ変化値だなんだ、逃げれる術なし。どこに逃げればいいんですかあれは。さあこれは非常に苦しいが、西のプレイヤーとしてシュートの選手も応援したい。しかしライト選手にもエールを送りたい。さあここからまずはシュート選手1ストックを奪わないといけない。ライト選手はここ、おっと上手すぎる、上スマッシュしっかり読んで 0% まで 0% なビハインドなし。口まで呼ばれて 10% 対 10%。 さあ完全ごっこじゃなくなった。 49%。 完全ゴムの時間2秒しかしかなかった。さあここはしっかり勝って、あっとうまい、今
あの缶を避けたと思ったら、あ、今どこだ、どこが安全地帯なんだ。さあ、ここは缶で仕組んだし、缶も流れが、ここはしっかりおっと、よこしました。あ、2回目撃墜ということで、優勝は制覇祭第1回制覇祭西を制したのはライト選手です。はい、熱い試合をありがとうございました。ということで、はい、ではライトさん前へどうぞ。はい、はい、ということで、第1回制覇祭優勝ライト選手にはこちらの盾をお送りいたします。おじさん、この文章読みましょう。はい、ライトさん優勝おめでとうございます。あなたは制覇祭において猛者たちを倒し覇者となりました。よってその証として記念品を贈り表彰いたします。おめでとうございます。はい、ライトさんが今優勝の今盾を、はい、今ライトさんが優勝の盾を主催のジンコさんから授与されました。続いて副賞の商品の授与ですね。なんと商品と賞金どちらかということで、はい、ライトさんにワタスティンさんから賞金も贈呈されました終わりです。ありがとうございます。大阪予選、そして今回、制覇祭の本戦決勝トーナメントということで制覇祭の全日程が終了いたしました。皆さん本当にありがとうございました。はい、こちらの方も山にコメントでおる。初めてとても美味しかったですし、まあ、正直言うと、まあ、結構いろいろと山にょんさんコメント欲しいです。被災として一言何でもいいんで、本当に本番に被災として開催できたので本当に感謝しております。皆さん本当に
ありがとうございました。一言だけコメントをいただきました。3大会お疲れ様でした。まだまだ西日本は盛り上がっていけると思うので今後も頑張っていきましょう。本当にありがとうございましたということです。あ、ついでに東京で9月に大会開くのでみんな来てねだそうです。はい、ではですね、大会もそろそろ締めに入っていきます。配信に、ずっとご覧いただいた皆様も本当にありがとうございました。ご覧のように、東のライトさんが西を制覇したということで、準優勝はシュートさん、はい、ということで終わりました。ちなみにベスト4が水の子光るということで終わりました。本当に長丁場の大会でしたが、2月の広島、そして3月頭の修羅ブラ、そしてスマバトと3大会にわたって開催してきました制覇祭、これにて完全に完結となります。本当に長々とお付き合いいただきありがとうございました。本当にいい大会だったなと思います。配信でも皆様楽しんでいただけたら本当に嬉しいなと思っております。ここもね、大会はもちろんまだまだ続いていきますので、これでね、配信だけを見ていた皆様とかいらっしゃいましたら、大会にもね、ぜひぜひ足運んでいただいて生の雰囲気を感じて、いただければと思います。また気が向いたらね、スマボトにももちろん関東の方はね、梅村チームの方はカリスマ、北海道の方は HST と、で東北は TSC、 中国地方は広島、九州は修羅原と各地方に大会ございますので、ぜひぜひ足運んでいただけて、スマブラもっと楽しんでいただければと思います。我々もそういうのがモチベーションにつながりますので、本当にぜひぜひ皆さん会場へ足を運んでいただけましたら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい、でまあ、ということでね、早速直近の宣伝なんですけれども、関西ではですね、5月のゴールデンウィーク、5月5日にですね、あ、4日です、5月4日に、他の格ゲー勢と合同で KSB 開催されます。あの KVO のキャメイさんと合同でいろんなゲームとご一緒に大会開かせていただきます。128人規模で大会開いてるんですが、まだちょっと、枠埋まってない状態なので、ぜひぜひね申請していただければと思います。登録したいにはスマッシュ GG が必要であったかと思いますので、そちら登録いただいてそのまま申請しちゃってくれたら嬉しいです。ぜひぜひね、5月のゴールデンウィークスマブラ盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、もちろんこれからは関西では平日大会も毎週金曜日やっていく予定でございます。関東でも通りもございます。そして中部でも平日大会あるみたいです。
で、もちろん梅村、カリスマ等々もございますので、皆様、ぜひぜひ参加してください。実況よかったです。ありがとうございます。そういうのも本当に励みになります。ありがとうございます。また、配信ね、楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、まあ、もうちょいしたらね、実況を締めさせて、配信締めさせていただきます。